はい、皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はおそ松さん妖怪ウォッチコラボ企画でスーパーマリオランド3ワリオランドを実況プレイ始めていきたいと思います。では早速始めていきたいと思います。今回はライフアップ残機アップスポットをやっていきたいと思います。ここが残機アップスポットでしてね、朝一のやつなので実況なのでちょっと噛みやすいな。まあどんどんサクサクボス戦まで、ここ実は裏のボス戦なんですけどね、とはいってもそんな強くあり、ラスボスよりもはるかに強くありません。というのもですね、ここ実はここ序盤から行けるステージでしてね、まあここはちょっとあんまコインも集めなくていいでしょう。まあここで一気にもうどんどん進んでいきたいと思います。これで確かドラゴンワリオだったかな。ああ普通のニンニクか。まあ普通のワリオだったらもうニンニク、この鉛筆とかサボテンとかも嫌なんですよね本当に。まあどんどんガンガン行っていきましょう。まあ特にあれする理由はないでしょう。おお、ジェットワリオ一番今作で一番好きと言っても過言ではありません。まあどんどんガンガン行きましょう。もうこのデータもうお金ガンガンたくさん十分ほど過ぎるほど集めていますので、もうここら辺はもうどんどんそうだな。お、もう少しですね。おーし、ここか、ついに来たか。お、来ました、ボス戦です。ちなみにですね、今回ではこのボスはそんな強くないですね。あ、マジか。わ、やば。とりあえず、あ、マジか。こうやって小さくなった時のことも考えて、小さくなった時のことも考えて、こういう風になっていますね。せっかくなので、スポットまで、セーブしとけばよかった。まあ、残機アップですね、これで。まあ、サクサク進んでいきたいと思います。ちょっとカットの技術を持っていませんので、このままやってしまいたいと思います。最悪もう途中でやめます。ですが、まあ、時間はあるので、どんどん、まあ、さっきみたいにサクサクいけば問題ないでしょう。もう、どんどんサクサクいってしまいましょう。まあ、このやりくりですね。もう、やりくりさえなんとかもう、ああ、やばね。まあ、この状態でいきたいと思います。もう、ガンガン、もう拒む理由はありません。よし、もう、特にもう、こんなやつら、相手にする必要もないですが、まあ、さっきの、ちょっと時間の尺も考えまして、ここでセーブしておきましょう。で、ここでまた、ジェットワリオの壺、に入れて、ああ、ちなみにさっきのアイテムは、このアイテムは今作では壺と言いますね。壺といって、なんで壺なのかわからないんですけどね。まあ、そういう壺なんですかね。なんかニンニクの壺とか、ブルーの壺とか、ドラゴンの壺とか、そういうのがあるんですけどね。まあ、そういう、まあ、要するにマリオでいうパワーアップアイテムですね。こんなやつはほっといてもやってしまいましょう。まあ、こういうのは、よーし。こうやって、このまま、3回ぐらいやれば、あー、マジかー。まあ、こうやって、あー、もう嫌だ。まあ、とりあえずこいつ倒せば、ちょっと実況しながらやるのは難しいですね。こいつ倒すと、残機が最大9上がるので、結構、残機集めにおすすめですね。というわけで、今回、こんなところで、おそ松さん、妖怪ウォッチ、夏休み企画、スーパーマリオランド3、ワリオランド、実況プレイ終わらせていきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、よろしくお願いします。